看板はもう激レアよこれ。うわ、かわいい。日本で俺しか持ってない。もうこれもめちゃくちゃいいです。この100万この上のちっちゃいやつ。はい、そうです。これ鳥山選手のサイン入ってるやつ。あ、そうです、背中に。どうも、武田でーす。本日はですね、私の同期の芸人の2分の5の大川ちゃんの秘密基地に向かっておりまーす。さあ、その秘密基地がね、アメトイ、あとジーンズ、それからスニーカーなど、ヴィンテージのもので溢れてるって。このコレクションとしては、俺芸人一、いや、日本一かもしれないんでね、ちょっとその秘密基地をルームツアーしたいと思います。それでは向かいましょう。大川先生の秘密基地に着きました。ちょっと映しましょう。すごすごいよ。見せようか、すごいじゃん。何これ。俺今まで行ったアメトイの店の中でも一番すごいかもしれない。広いし、うわ、すごい。そもそもこのリーバイスのタペストリーみたいな、はい、これもなかなかのやつでしょ。これはバナーですね。デニムバナーですね。はい、今多分もう50ぐらいは、50万50万ぐらいになってると。この隣のリーバイスのこのあれは看板、これも木製でできて、うんうん、これもリーバイスの50年代ぐらいのストアディスプレイ、本当はこれ、うん、下も足もあるやつなんですけど、これ胴体多分で切られてますね、はい、うわ、かっこいい。もうここだけでいいよ、はい、あ、超時間かかるかもしれない俺。全然いいですよ森本ちゃん、ごめん。いや、いいよ、すごいよ。これバーガーキングの看板、ペコだバーガーキングの、はい、この看板ですね。すご、はい、下のマクドナルドの方が、うん、結構珍しいかもしれません。これ1950年か60年代の最初のマクドナルドの看板です、うん、見たことないこの M に、はい、なんか矢印みたいな。そうなんですよ、最初、一番最初。そうなんです、うん、ブルーだしね。へえ、かわいい。このなんか遊園地の地図みたいな、これもなんかね、多分ね、このマクドナルドランドのマップみたいな、うん、ストアディスプレイですね、これ。ちょっと、でかいよ。でかいっていうか、だってこれお店にあるさ、ほらやばいよ、ドナルド。そうですね、ドナルド。これたまにあのね、道走ってたらあるよね。ある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 これアメリカバージョンで、うん、大人4人じゃないと持てないです。あ、重いんだ、はい、これ中全部切れてきてる。ぎっしり綺麗、しかもこいつ身長さ、はい、超でかいんじゃない。めっちゃでかいです。立ったら超でかいです。めっちゃ怖いな、これ。怖い、確かに。ちょっと待って、これ どっちから行く。 どうなるんですか。どっちからでもいいです。いや、いいです。どっちに、その大川先生案内して、こっちがもう出たらみんなで行く、はい、うわ、広っ。広いけどでかいよこれ。うわ、ほんとだ、でかなんてやつ。グリマス、マックシェイクが発売された頃にできたキャラクターです、ね、ちょっと並んでください。ちょっと大きさの差を、大きさを、だってほらでかー。大川ちゃんで身長どんぐらいなんだっけ。靴履いて182。よくでかいね、でかこれ。靴すげーなんで靴履いた状態言うんだよ。どんな靴かわかんねえでかでかい。普通のとこじゃ置けないよこんなの。あー、何質感、石。いや、これはね、発泡スチロール。え、石膏みたいな感じじゃない、ね、発泡スチロールを塗装してんだ。そう、うん、っていうか、これもう1個ずつ聞いてたら終わらないぐらいの、まあ、1個ずつ、そうね、1個ずつだとちょっと終わらないかもしれない。ねえ、うわ、すごい。これはグレムリンゾーン、はい、そうですね、これはね、トミーっていうね、これ日本のトミー、宝トミー知ってますよね。うんうん、それが出したグレムリンです。へえ、はい、じゃあ日本なんだ。そうです。でシャークみたいなのあって、はい、なんでこんなにいっぱい買うの。俺ね、1個好きなものあったらね、いっぱい買っちゃうんですよ。すごい、好きで。これもう癖なんですけど。すごい、これ1体いくらするの。1体、これがまたね、ちょっとこいつ、このシャーク、はい、グラサンかけた、ちょっとマニアックなんですけど、はい、これよく見ると、うん、手が上がってるのと、あら、あ、本当だ、下がってるのありますよね。これをアメトイ用語で手下げ、手上げって言うんですけど、どっちが高いと思いますか。それは上げてる方が高いんじゃない。俺も上げだと思うな。上向いてんだもん。うわ、大正解。あ、そう、大
大正解。これ1万円ぐらい下がります。手が下がってるのと上がってるので。そうなんだ。だいたいこれ2万5千円ぐらい。高っ。これが1万5、6千ぐらい下がってんの。はい。それの後ろが箱付きなので3万…あ、もっとするんだ。あんの、はい、3万…箱付きもあるじゃん。3万8000ぐらいですね、これは。手上げの箱付き、手下げの箱付きです。うわ、すごい。これ2万円ぐらいします。2万2千とか。箱…うわ、でもめっちゃあんじゃん。すごい、はい、こういうことが分かりやすく言うと、そう、手上げ、手下げ、手上げ、手下げ、すごい。この…うわこの辺のさ、グラスもさ、高いのよ。グラスもね、今まあまあしますよ ね。グラスもファイヤーキングも持ってるし。ショップだね、もう。いや、これすごいよ。バーガーキングのやつとか、うん、うん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 、これね、はい、マックのやつとかね。タケちゃんも結構好きだもんね。そう、こういうの集めてるんだけじゃん。でもね、これね、意外とあれなんだよね、うん、割れちゃうし、まあ、なんかもったいなくて。これは全然使ってますけどね。使ってんのすごいな、はい。これはまあちょっとディスプレイでやって全然使ってもいいんですよ。これやばでか。こんだって、まずこのね、ショーケースがタイメックスの、これがいいやつだもん。これ時計のタイメ、あのショーケース。時計入れてたやつだ。本当は電気がついて回るんですけど、うん、電気がちょっとで蛍光灯が切れちゃってるんですよ。看板を、すごい、これそれ倒れてくるんですよ。ごめんなさい。あ、人気ないですよね、あれね。え、どれ、はい、あー、そうね、キャプテンね。キャプテン、キャプテン人気ないのよ。キャプテンクロックね、人気ないのよ。キャプテンクロック人気ないのって。キャプテンクロックって人気ないのよ。めちゃくちゃでかいよ、これ。でかいよ、ね、でかいですよ。で、この AW の看板、これはもう激レアよ、これ。あ、そうなの。これもう、だって沖縄にあるあれだよね、ハンバーガー屋さん。そうそうそう、これアメリカの、うん、言ったら当時物の看板ですから、光る。もうお店に飾ってあったもろ。ど、まずどうやって運んだの。これはもう、もう車で。どっか。これはお店屋さんですね。どこの？あの茨城の。茨城まで行ったの？行きます、行きます。全然行きます、僕。これでかっ。180の。あ、あります、あります。あるね。1メーターぐらいある。あ、でかいよ、これ。でかいですよ。かっこいい。畳地、畳地以上だよ。いや、確かに確かに、はい。これはレアよ。レア。本当に超レアです。あれ？ブチブチレア。これも、この水槽。ガーフィールドですね。これ本当に水槽として金魚飼えたりするんですよ。だからこの猫ちゃんが魚食べてなんか胃袋で泳いでるってことだよね。そうそうそうみたいな。あ、かわいい。これはスノーボーイっていう、はあはあ、オレンジジュースのキャラクターですね。これね、これスノーボーイ。形がちょっと違うけどね。本当だ。今までと。確かに違うね。スノーボーイですね。これなんなんだっけ。これオレンジジュースのキャラクター。オレンジジュース。へえ、スノーボーイ。スノーボーイ。そういうのも行くんだ。行きます、行きます。全然行きます。あれとか見たことある。あれはセサミ、あ、これはマペッツですね。あれはね、知ってるわ、有名だよね。ポジーってやつですね。ポジー。ポジーのベビーポジー。有名。はい、これガーフィールド。ガーフィールドね。はい、これ可愛いな。超可愛いですこれ。これがカーミットもいてあるよ。カーミットいますよ。いや、すごいぜこれ。でかでかでかこの辺。ちょっとここの。でかこのレアなマクドナルド。はい。うわ、可愛い。このシャンデリア、こんなあんの、はい、これマクドナルドで店舗で使われてたやつですね。うわー、かわいい。これかわいいです、めちゃくちゃ贅沢。この上にも看板置いてるじゃないですか。そうです、そうです。もう貼れなくなっちゃったんで。贅沢に、はい、ワンダーブレッド、パン屋さんの、はい、ヴィンテージの看板ですね、これも。この看板、はい、すごい。やー、このシャンデリア飾りたい、かわいい。これかわいいですね。え、はい、大体12万円ぐらいです、これ、はい。うわ、かわいい、はい。まあ、一番レアなのはデイリークイーンのこれですね、うん、これ何、これはあの、これお店の屋根の上に飾られてた風見鶏ってわかりますか。ああ、の回るやつ、はい、うん、あれだったんです。お店の上にあったんだ、はい、屋根の上にあった。これが回ってたの。そうです。それを電飾に、はい、あのこうアメリカの方が、はい、あの作り変えたんです。へえ、はい、これ激レア。激レアです。日本で俺しか持ってない。すご。値段も1本しますんで、これ1本、はい、100ってこと、はい、これはマック。そうですよ、フライガイ、マックの遊具でしょ、これポテトフライの。そうですね、子供が乗ってた。子供が乗る。そう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 、フライガイとフライガールちゃん。ええー、
こっちはガイ、ガイでこっちガール、すごいっていうかこれもっと分かる人が見たらもう細かく見てったらもうレアなものばっかりでしょ、まあ、結構珍しいやつがあると思います。まあ、ね、いやでもこのスヌーピーもこれ等身大、そあそうですよ、これは豊か社っていうところの、あ日本なんだ、日本の豊か社のスヌーピーですね。へえ、15万ぐらいです。いやちょっと待って、超でかいゾーン、はい、これはメイヤーマックチーズとビッグマックポリスですね。はい、あ、違うんだ、右と左で。あ、違います。あ、本当だ、ビッグマックだ、完全に。ビッグマックとこっちはマックチーズですね。うん、はい、チーズバーガーとビッグマック。タケちゃん横行って同じぐらいあるよ。はい、ちょっと取りましょう。いや、いいですいいですいいです。ほら、でかいよこれ。でっか、これ普通の家だったら置いたら終わりよ、家が。終わり終わり、もうでっかいよこれ。でこの2人に隠れて、この後ろのやつもめちゃくちゃいいやつでしょ。これいいですよ、ホームビデオの、ウォルトディズニーホームビデオのやつ、あめちゃくちゃいいです。もうこれもめちゃくちゃいいです、このえこのこれ、これはすごい、マクドナルドで飾られてた当時の、もう多分これは相当高いです。でもこのドナルドが古いもんね。そう、全部古いんですよこれ。なんか偽物みたいだもん。はい、70年代の。へえー、これ作り荒、うん、荒いです。失敗じゃんもう花、はい、だから1枚多分20か25万ぐらいするので。ええー、そうなの。この5枚買ったら100以上はする。ええー、すごい。今はですけどね。このビッグマックポリスがもっとでかいのがここにいるじゃん。わわわ、これアメリカバージョンですね。でかこいつ。アメリカバージョン。え、森もちゃん並んで、はい、てか森もちゃんが172ってことはでかいねこれ。でかい。190以上あるかもしれない。だからこれ自宅に置いておくレベルじゃないっていうか、その奥のこの看板も超でかいじゃん。これヨギベアジェリーストーンパークっていうね、これキャンプ場の、はい、キャンプリゾート地の、あのどうやって運んだんだよ。これ車入れましたよ、入れました。キャンプ場の看板、そうですよ。だから超どでかいってことじゃん。超どでかいですよ。だから走ってて、あ、ここキャンプ場かっていうやつでしょ。ってやつですよ。でもこれ、かわいい。でしょ、かわいいね。激レアよ、これもレアレア。本当に。確かに、パーク。これむちゃくちゃでかいよ。これむちゃくちゃでかいよ、マジで。ね、だから、ここの秘密基地がむちゃくちゃでかいってことよ。ここはね、本当にね、見つけたときに、うわ、広いと思って。広っ。全部触れられないわ。そうなのよ、うん、そう。これめっちゃ詳しい人が来たら、いやちょっとさ大川ちゃん、これさだって重ねちゃってんだから。これもったいな。あ、そうだね、後ろのやつもすごいんでしょ。だってまあルーシーちゃんですね。あ、なるほど、はい、チャーリーブラウンとルーシーですね。なんで重ねちゃうのよ。いやもうちょっと置くとこないんで。でこのなんかゲームみたいな、何？フリントストーンっていうやつのゲームで、ガチャガチャのゲームです。ガチャガチャなんだ。中にいるじゃん。え、電気つくの？え、僕はよく、はい、見てみてわかんないと思います。僕よく25セントをこの中に入れてる。入れてるね。はいはいはい。そのため？あ、ちょっと待って。25って書いてあるよ、ここに。そうなんです。え、な、マジで、どうしたの？これを、はい、あ、あ、あ、なになになに、これ回ってるでしょ。うん、ほら、で、ここに来るのよ。どういうこと。ガチャガチャ出てる。で、ガチャガチャ出てくるじゃん。そうだよ。なにこれ、25セントでガチャガチャできる。すご、暗いな。暗いな。映らないな。でもすごい、だからまあ機能としてもさ、そうそう、まだ使えるってことだ。これもあれでしょ。あら、ちょっと多くないこいつ。メイヤーマックチーズ、これはまた種類が違う。顔が違う。でかいよ。違うと、うん、だからね、言ったらこいついるじゃん。うん、でかいよ。このね、このビッグマックポリスね、このビッグマックポリスの体つきね、これね、うん、で、うん、これのタイプのメイヤーマックチーズの体つきがあるの。本当はでも体がないの、これそれあったら。じゃあ相当すごい。いや、すごい、でかいよこいつ。超でかいよ。いや、むちゃくちゃでかいよ。でっかい、ほんとでっかい。ほら、いや、バカだね。いや、でかいよ。でかい
本当にさ、こっち見てもこっちもいいよ。え、いやまたいるじゃん。お前どんだけいいんだよこの顔面のやつ。だビッグマックポリスのこれ体なし。顔面のやつどんだけ集めてんだよ。大好きだよ顔面。体なし？体なし。高いんでしょこれも。これも高いですね、40万ぐらいの。すごい。これの体つきが欲しいです。かわいい。どんだけ好きなんだよ。俺ばっかり集めてんじゃん。俺だったらもう1個でいいけど、やっぱそうだよ、ね、いっぱい集めるよね。いっぱい好きなのよ。もう気に入ったんだこれ。気に入ったんだよ。これはでも椅子だからね。キッズが座る。え？キッズチェアだからこれ。これ本当だ。マクドナルドのね。本当だ。向こうが椅子になってるわ。そう。これキッズチェアだから。これかわいい。いや、このね椅子だけ家に揃いたくてネットで見たんだけど。1個ずつ超高いよね。今25万ぐらいする。そうだからそんなのに座れないよと思って。ちょっと前はもっと安かったの。安かったね、うん、5万とかの時あったの。あ、昔はね。もうほんと昔だよね、うん、でも10万ぐらいは最近でもあったの。あ、うん、でも5万でだからこれも椅子じゃん。だってそう、本当だ。そうだから俺めっちゃ調べてたのよ。でも手が出ない。あのポテトも椅子だよ。あのポテト、あー、あれだ。どれ、あれね、あれポテト。あー、ポテトくんね。こいつも椅子だ。かわいい、うん、ずっと入れるよここ。そうだ。あ、すごい、このスヌーピー超高いじゃん。あ、アストロね。ねえ、うん、うわうわ、すごい。宇宙服着てるみたいな。NASA、うん、70年代。全部すぐ出てくるの。全部出てくる。いや、こっちの下のカンカンも全部いいやつでしょ。ゴミ箱みたいなやつ。うん、そう。これはでも何、これ、これね、あのビールのやつね。ブラッツビールの。急に説明薄くなったな。ブラッツビール。ブラッツビール、でも時計付きだよ。うん、そう、これライト光るんだよ。電源入れたら。かわいい。ストアディスプレイ。あ、ディスプレイなんだ、これも。これはでももういらないやつでしょ。絶対いるやつ、それ。これ何これ。これビーニー&セシルっていう、うん、アニメのキャラなんだけど、見て、うん、これ、俺、あら、あれ 8体ぐらい持ってる。気に入っちゃった。あそこでもいいし。気に入ってたわ。本当だ。気に入っちゃってた。それの台座付きなんてめちゃめちゃいいんだよ、これ台座付き。え、なかなかないのこれ。なかなかない台座付きなんて。へえ。気に入ってたんだ。でも超気に入り。ここの中に入ってるんだ、やっぱ気に入ってるの。ああ、でもね。ちょっと。あれなの。そんなんでもないやつも入ってる。とりあえず入れ込んだってのは。扱い違うじゃん、この上とさ、ここで。あ、でも、ね、確かに。そんなに変わらないかな。そうなの。そこまで変わらない。でもこれラングラーのおじさん。そう。ラングラーおじさん、ね、これも3人いるから。どこにいるんだよ、隠れてんだ。で、この可愛いおじいさんは何なの？これもジャックスビアっていうストアディスプレイ、うん。ビールのストアディスプレイ。これも光る。あ、そうなんだ、まだ現役。言ったらアメリカの。ワン、ツー、ズッ。おー、わー、こんな光り方なんだ。荒いね。うん、だって電球丸見えだもんね。想像と違った。おじさんがもっと光ると思った俺。ね。この、ね、電球は LED で、うん、面白いことができる。何、面白いこと、うん、あれあれ光が変わるよね。うん、色がね。ほら、おお。面白いね。面白いね。面白いね。芸人さんですか。私芸人さん。あ、はい、どうりで面白い。これだってこのブロックのもう1ブロックあるんだもん。こっち側のブロックはやばくない。こっち側のブロックはちょっとね、うん、大人ブロックと言いまして、ちょっと待ってよ、その前にこの何、この無数のチャーリーブラウン。これそう、あのジュニアさんの YouTube でも、うん、あのプレゼントさせていただいたハンガーフォード社のチャーリーブラウン50体。50体、だってさ、だってさ1体5万ぐらいするんでしょ。1体これは1万円ぐらいです。おい、だとしても50体よ、はい、50体。これもまたなんか顔が違ったりするんですか。これはね、やっぱし塗り方が違うね。ほら、塗り方が。ああ、でも見つけたら買っちゃうの、うん、見つけたら買っちゃう。かわいい。別に50体以上あってもいいんでしょ。全然いい、100体ぐらい行きたい。で、でかいのがいるんだ、ここに。これユニバーサルスタジオジャパンと、ジャパンじゃかわかんないけど、はい、ユニバーサルスタジオに飾られてて。すごい。いや、こっち側だけでもすごいよ、本当に。これアメリカのドライブスルーだ。え、うわ、すごい。1970年代。だからこれこそこうね、そう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 、あったってことでしょ、外に。そう、でダンキンドーナツ、ね、でもさ、ライトってこういう電気だったの。
あ、これはね、そう中についてたのよ。だから多分入れ替えられてる。これ LED に変わってるから。あ、そうか。配線はね。配線は現代にしてるってことね。現代です。なんで家の中に置いてんだろう。1978年の GS1000、うん。あれ、同い年？そうです。すごいんだこれも。これはもうすごいというか、はい、もう僕。人気がないんです、ぶっちゃけこれって。あ、そう、これ？そう、バイクファンには。うん、だけど僕はやっぱし人と被るのがあんまり。なるほど。バイクはね、被られると思う、うんうん、で、同い年っていうのもある、うん、これつけたところ買っちゃったんです。なるほど。レーシングか、レーシングで。すごい、めっちゃ速いですよ。もうマジでヴィンテージものばっかりじゃん。音もすごいです。こっちゾーン行く？はい。いや、これも可愛いじゃん。ウェンディーズも。ウェンディーズの看板ですね。ウェンディーちゃん。可愛い。あとまたなんかいっぱいあるぞ。これなんだこれ。また。あ、これトムックです。ドイツの大和のキャラクターです。へえ。可愛い。ちっちゃいの。本当だよ。こっち大人ゾーンっていうのはどういうことなんですか。ですね、はい。この辺は大人というか、ね、向こうに行ってもらうとですね。はい、ちょっと見てください。アメリカンバーみたいじゃないですか。あ、なるほど。わかります？テイストがね。テイストがちょっと2部屋に分けたんだ、うん、本当は1部屋ドンだけど。そう、うわ、ウェンディーズあるし。ウェンディーズあります。またいたよこれ。おい、好きだな顔。いや、上にもいいんじゃないかよ。ていうか、これも、え、何？このハンバーガーパッチライトあるじゃないですか、うんうんうん、まあやりすぎだと思うんですけど、うん、今メルカリに100万で出てます。どれ？このライト。このライトだけ？ちっちゃいライトだけ。え、この上だけ？はい、上のライト。100万？100万で出てます今。この上のちっちゃいやつ？はい、そうですよ。やりすぎだとは思いますよ、その人ね。はい、でも見つけたな、そういうやつが。あったんだこれ100万。はい、すごっ。ちょっと、あ、ここでじゃあお茶できるんだ。あ、そうです、そうです、めっちゃいいじゃん。これ夜になったらいいんですよ、バーっぽくて。バーみたいに、ほら、これほら、これあのビリヤードのテーブルランド。ああ。ミラー。すごいわこれ。この看板たち。はい。これも全部ヴィンテージの。うわー。キングだ。すべてハイキングオム。それも当時ものな。ちょっとなんか疲れてきた。本当に。もうちょっとなんかちゃんとかもいるんだここには。ああ、そういうのもあんだ。はい、ここはもう俺の大好きな、もう鳥山大先生の、やつを飾らせていただいております。ドナルドも。はい、これひょっとして、あれ、これ鳥山先生のサイン入ってるやつ。あ、そうです、背中に入ってるやつ。これに書いてもらってる。すごっ、ほら、すごい大川君ガッちゃん書いてあって。はい、ガッちゃんにガッちゃん書いてもらってさ。本当だよ。大川くんって書いてある。すごっ。最高です。こういうの平気で言えるんだよ。鳥山先生とかにさ、こいつ思ってさ、先生いいですか。平気で言えるのこれ。それ言えないじゃん。うん、だってこいつ平気で何回頼むねえな。何回もサイン書いてもらってる。鳥山先生の友達ということで定期的にテレビ出るもんね、大川ちゃんね。これ本当最後ですから。すごい。そうなんです。これはマクドナルドのドライブスルー看板。でかっ。マジどうやって運んでんの？これはもうあのキャラバンで。この中のやつも可愛い。これイタリアのやつですね。あ、そうなんだ、はい。イタリアのラバードールですね。これは。ラバードール。ラバーなんだ。ソフビじゃないんだ。あ、ソフビです。ソフビなんだ。はい、ソフビ。すごい。大川先生すごい。いや、これ本当にちょっとね、ジー、はい、パンとかスニーカーとかも見せてもらいたかったけど、はい、ちょっともうお腹いっぱいです。お腹いっぱいだね。はい、あのジーパンスニーカーはほぼないです。あ、ここは違うんですね。はい、ないです。素晴らしいかった。いや、だからここでね。はい。ちょっとゆっくりしていきますね、今日は。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。